青コーナー190センチ太田、第11代 IBF 世界ヘビー級王者フランソワ・ボタ、ボイアスキー K-1 グランプリ2003王者レミー・ボイアスキー、ボクシングの共に世界を制しの戦いになりました。谷川さん、はい、王者同士の戦いということで、ここはなんとか K-1 で勝ちたいという今日はもう特別な思いで来てますからね。ボタはベストをぶつけてきたことに対して非常に意気に感じています。 K-1 現役チャンピオンか。第1ラウンド開始のゴング、まずはキックを伸ばしていきました K-1 チャンピオン。さあフライングが入った、そこを詰めていった、足いく、クロスアボタ、クロスアボタのパンチ、キックで応戦していくレミー・ボイアスキー。IBF バリバリのメジャー団体の元世界王者フランソワ・ボタ、青いグローブと赤いグローブ、右ロック、ボディに行った、ちょっとプレッシャーかかってますね、プレッシャーかかってますね、レミー選手体を寄せていきました。やっぱり負けられない意地がありますね。それはね、レミー選手入ってくるときから顔つきが一段と険しかったです。ボクシングというのは K-1 のテクニックの一部に過ぎないんだ。そう見えた男、体操を追い詰めたパンチで、さあ K-1 チャンピオンのレミーを持ってきた拳、リング上で両者が交錯、ボクシングか、右のフック、それいけ、ボタの右のフックは空振り、やっとなんかね、パンチが出せるようになってましたね。第1ラウンド交錯しました。第2ラウンドに入ります。 K-1 対ボクシングの頂上対決、バリバリのメジャー団体の元世界チャンピオン、ボタがローキック出しますよ。そうなんですね、そして飛び込んでいく、レミーの話も聞きました伺いましたけれども、一方のボタ、そのあたり私聞いたんですけど、それがまだ見れてなかったので、世界チャンピオンのパンチが出た、右のストレート、ボタが詰めていく、マウスピースを吐き出して最後まで追い詰めた男です。フランソワ・ボタ、レミー初めてですよね、こういうボクシング、左の吹く返しがある、右のストレート、ガードの間を、はい、一発で仕留めるというセコンドグラムシリーズ。 K-1 チャンピオンレミーブロックしました。第2ラウンドも残り30秒、右のロー、第1ラウンド近づこうというところで第2ラウンドフライングに逆か、残り10秒切りました、ワンツーできた、ロー返したレミーボイアスキー、最後は K-1 チャンピオン、さあ K-1 かボクシングか、からあの膝が来る前のアッパー、アッパーですね、これはでもタイミング的には非常に難しいですか、ワンツーでいく、ボディブロック詰めた、リンドラムコーナー、右の膝、この前に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 、で最も大きなライバル、最大最高のライバル、そして K-1 チャンピオンかけてるから、はい、残り1分を切りました。第3ラウンド、のりかさん、はい、残り1分の期待は、いや、これ何が起こるかわからないので目は離せないですよ、さあ、見えました、聞いてるけど、ボタはやっぱ前に出れますもんね、これは映したフランスはボタ、いや、ボタが頑張ってますね、 K-1 チャンピオンに対して譲っていません、右のローレミー・ボヤスキーの右のロー、これは強烈、残り10秒になる、最後は打ち合いか、最後は勝ちか、下がったところに最後はフランクリー、悔しそうに顔を歪めたのは K-1 チャンピオンレミー・ボヤスキー、最後にちょっとずつでも慣れてきてますよね、持ち上げ倒したかったでしょうね。第3ラウンドが終わって試合は判定になります。こちらも3ポイント最後は4ポイント高すぎますね、もう着実に K-1 ルールに慣れてきてるし、もともとね、気持ちのある選手なんで、そうですね、まだまだ大勝ちする、 K-1 のキックに慣れるまでには時間がかかるとは思う。